どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。どうも皆さん、おはこんばんにちは、兄じゃです。ねえ、なんで兄じゃがいるんだって思う方もいると思うんですけど、だってこのタイトルを見ればわかるでしょそうそうなの兄じゃしやみたいな。はいはいなんだこの流れこの扱い、兄じゃは今回今回アムネシア、アマシン4ピックスピークス、豚ですね。今回ね、これ実は前作のアムネシアプレイしたことがあるんですけど、それはね、有志の方がもう日本語化できていたので日本語としてプレイできたんですけど、今回まだされていないのでね、このアムネシアは。なので、アニジャさんにね、実況兼解説という形で来ていただきました。やることは分かってますね。じゃあみんな真実は一つじゃない。なんかそのさ、こう翻訳の意味がもし違ったとしても、それはいろんな人によって捉え方が違うみたいな言い方やめてくれる間違ってないけど、あながちね、全然翻訳する人で小説とか変わっちゃうからね。すごい勢いでね、多分誤訳が発生すると思いますが、その辺は皆さん心を広くね、うん、こういうストーリーっぽいねみたいな感じで受け止めてくれるといいね。はい、じゃあっていうか、そういう感じで受け止めろよということでね、今回は兄ちゃんがついてるんで少しやりやすいのかなと思ってね、兄弟揃ってビビってたらね、わけないやって感じで。ほら、翻訳必要な時以外は俺マイク切るから。ふざけんなよビビってない、ま、ありませんアピールなしだぜ。よし、じゃあもう早速やっていきたいと思います。最初の方はね、少し動作確認と、操作確認で、少しだけプレイしてるんでね、ちょくちょく動きはいいかもしれない。じゃあ行くぞ、スタートニューゲーム。本当に始めちゃいますかみたいな新しいゲーム早く押せよ。はい、ひでえな多分ね、始めた後ボリューム調節するかも。よいしょ。おお、このオープニングは何なんですかね。お、心臓だ初ってやつだね。うん、心臓だなんだそれあ、心拍数モニターまだ導入してないよそうだ、ないよ心拍数モニター。そう、何それっていう方もいると思うんですけどね、アウトラストっていうゲームクリアした時に、みんなでこう心拍数モニターあったら面白いだろうってっていう話になってホラーゲームやる人びっくりするから。さあ、俺の心拍数どこまで上がるかな。いや、どこまでも上がりたくないんだけどね、平常でプレイしたいわ。はい、皆さん、お、3000人突破ですって。あ、始まります。
あれこれ二日酔い二日酔いかな、ワインが転がってるんだよねこれね。で音が小さいんでね、ちょっとオプションから音を5ぐらいにしちゃう。おお、でかくなった。でかくなった、よし。すごいところに乗って寝てるねこれ。これ牢屋だよね。ヒントって言いつつ、これはあれですね、操作方法が書かれてる。基本ね、前作のアムネシアを私はプレイしたことあるんでね、でちょこっとやった限りは大体同じだった。コントローラーのヒントになってるよこれ。うん、コントローラーも出るようになったんだね。アムネシアってもともとなんつうの、記憶がふにゃーってなっちゃうゲームだったっけ。記憶喪失ってことはアムネシアって言うらしいよ。あ、早速アニジャの出番がある、ここに。やめろ、読むんじゃないそういうの。夢の中で男を見た、なんかそのジャガーっぽい体表の体表対比川の人やつと、あのフィーチャーでブラックブラザーズセイント What came from the heart。 あれだよ、パッて一言でまとめられる感じ。まあ1899年6月24日の日付の日記だね、うん。おいおい、そのまとめ方ないだそれは俺もわかるわ。お前この字の羅列だけ見て一気に訳せとかひどいだろ、無理だろお前なんとなく、なんとなく最後の方だけ読んでさ、こう意味を理解する的な、なんかこう絶望ってなんぞやみたいな感じで終わってんなこれ。ああ、本当だね、絶望ってなんぞやなんぞや絶望ってなんぞやってことでね。あ、皆さん、アムネシア始まってますからね、もうこれ何なんだろうね、ここは。なんかあれだね、んこの手のマーク、うん、なんか懐かしさを感じるよね。何の懐か、なんかあった、なんだろうなこれ。なんかのマウスポインターがこんな感じだったと思うんだよね、あれ、ホテルとか。あー、近いね、近いか。でね、アムネシアの最大の特徴ってわけじゃないんですけど、こういうドアがあってね、アウトラストとかもそうなんだけど、こうドアを左クリックで掴んで、でマウスを上下することによってこうドアをバッタンバッタンできるんですよ、だからこうもしかしたら奥に怪物がいるんじゃないかってなった時に、あーちょっとできるとか言ってみることができるんですね。これ活用していこうかな。普通に開ければいいんじゃねえのと。親父、俺を見つけてくれ。そんなのぶとい声じゃないけど。あ、違う、 J でジャーナル見れるって。まあこれ完璧にアウトラストと同じ路線なんだよね。マイジャーナル、何これ。多分フィーバードリーム、あの自分が思ったことをメモ書いてんだね。ああ、そういうこと。うん、これなんかめっちゃ風邪ひいて熱出た時の夢ってタイトルだけどこれ。うん、一人で起きて家の中はめっちゃ静かだった。うん。That missing sound of children playing like a dog on a pond. フィー。まあ子供が呼んでると。子供が呼んでると。うん。今はもう完璧にさ、今起きたことをメモ。現在の、まあ、いつの間にメモったんだお前みたいな。本当だよね。随分と広い屋敷だけどね。本当に娘なのかっていう、声的に息子みたいな感じですけどね。わかんないよね、あの声的にどう見ても娘だろ。本当外国人のさ、男の子の声ってすごい女の子みたいなんだよね、高い声って。はっはっよくあのすごいなこのおあ、水遊びしてるような、水遊びっていうかお風呂に入ってる。この風呂すごいね。すごいね。え、でもほらこれシーフっぽくないあ、違う、ディスオーナードっぽいわこれ。確かにディスオーナードっぽい、うん。はい、気になる方はね、あのディスオーナードもシーフもアニジャが実況してるんで、よかったら見てねよくわかんない宣伝が入る。シーフの世界にはね、あまり風呂っぽいのないのね。ないんだよね。洗面所はよくあるんだけどね、うん、みんな風呂入ってないか、あの時は。道的にこっちだけど、あそこのドアも開いてるから見よう。ドアのさ、キーって開く音とか嫌なんだよね、すげえ。なんだ。I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of him. Enoch っつったの今。Hey, ちゃう。I promise you this. Enoch とか言い出したら。
そんなワインで大丈夫か。ね、大丈夫だ、問題ないって言いながら吹き出てる。めっちゃ揺れてるじゃろ。ね、揺れてるね。ん、なんか持ってる。ほっ力持ちだな。めっちゃいいっす。回ってます。いつもより多めに回っております。こんな感じでね、R ボタンを押しながらマウスを動かすと物を回転させることができるって話すとね。ああ、もうね、前作もやってる。これ何なんだろうね。豚でしょこれ。仮面だよねこれね。豚でしょ。まあそれはわかるわ。豚がお前は豚だみたいな言い方やもん。なんだろうね、他にも同じようなさ、牢屋付きのベッド。なんだろうねこれ、寝てる間にどっか行かないようになってんじゃない。無遊病対策みたいな。もしくはこう寝てる間にこう襲われないようにとか。どんなんだよ。こんなとこ住みたくないわ、襲われる。だんだん暗くなってる。あ、こんなとこにもある。あ、椅子を動かせるから、うまいことすれば。あ、あ、もういいよ。あ、びっくりした。アヒルが乗ってるかと思ったら、ただの飾りでしょ。うん。あの、お風呂場にありそうなアヒルがいたかと思った。パパ、パパ、This way。 おー、なんか転がってんじゃん。暗いね、ボールが。すごい黒いな、このボール。娘よ、私とボール遊びをしようというのかね。私のどっちも。お、右側の方からなんか音がした。怖いな。開かない。開かない扉とかあんの？うん。俺ここ今開けた？いや、なんかそれっぽい音したけど。せんま。隠れるような場所ないでしょ、もう。ほんまやで。入られた一瞬でアウトだ。バイオハザード思い出したわ。お、なんかぶら下がってんぞ、なんか。何これ、上にいるんじゃない子供。お、マジで。おお、屋根裏部屋だ。屋根裏部屋だ。 There's a bad man coming. 悪い子、人が来る。バットマン来てるらしいよ。違うだろ、そのバットマンじゃない。おお、なんかしてた。これはランタン。F ボタンで使う。おい、超明るいじゃん。超赤ですな、超赤。もう武器あんじゃん。拾いません、ね、武器じゃないだろ。こっちかな。お、何、誰か寝てた。ね。こんな汚いところで。エドウィンだって。あと、イーノックの2期って書いてある。イーノックって本当に書いてある。1899年、オクトーバー 11th。 Daddy says there won't be a Christmas this year。 今年はクリスマス来ないだろうみたいな。ひどい。お父さんなんでそんなこと言うの。めっちゃ忙しいらしいよ。あ、ほんまや。まるで現代みたいな言い方や。多忙ですか。Nanny says we must not disturb him。 Nanny、 おばさんかな、言うには邪魔しちゃダメよと。ああ、お父さんね。He's ever so busy。 めっちゃ忙しいんだからと。He's gone for work before she wakes us。 あの、we are asleep before he returns。 まあ、起きる前に父ちゃん出てって、寝た後に父ちゃん帰ってくると。ああ、もうだから基本顔合わすこともなさそうだね。顔見れないね。で、お庭で羽の壊れた鳥を見つけたと。うん。We give it to Nanny, who celebrates the filthy things and eat it with a rolling pin later。 なんかこの辺から怪しい感じになってるぞ。ローリングピンってなんだ。ローリングピン。ピン。ああ、なんか刺さって腕が、その羽が折れちゃったみたいな。ああ。で、We crept downstairs to bury the body when everyone was asleep。 寝てる間に埋めたと。うん、ああ、もう死んじゃった。There was a pig in the garden。 え、なんで豚いんの。庭に豚がいた。
あーで豚がなんかそれを嗅ぎつけたと鼻で。うん、スナッフリング。親父めっちゃ怒って帰ってきたらしいよ。誰行くんだ。本当だ。でその後まためっちゃ泣いたんだって。あ、意味不明だね、翻訳してても。子供の日記だからさ、多分自分の感情をそのまま思いついたこと書いてるわけでしょ。いやもうなんか意味不明な感じが、俺今すげえ鳥肌立って、なんか怖いんだけど。子供こっちの方走ってったよね。ああ、子供だったのかもわからんけど、そういうこと言うのやめようよ。子供だよ、誰がなんて言うと子供だよ。この優しい音楽が流れてる間は大丈夫だきっと。何それ、全然優しくない。お、これを、うん、力持ちだな。バイオハザードのキャラクターができないことをこの主人公何なりとやってるけど。そうだね、手前に引けないですからね、あの人たち。手前に引けるけどそんなに動かせないから。 We're hiding daddy。 We are っつってるから、イーノックとエリン、エドウィンがいるんだきっと。ああ、二人いるのね。そうそうそう、イーノック、どっちもでも男の子じゃない、名前的に。エドウィンとイーノック、もう分かんない。エドウィンはイーノックが履いてるジーンズかもしれない。ああ。ふざけんなよ。すげえ揺れてんだけど、あのゆりかご。地震だろ。二つ揺れてる。地震だよってか。おお、豚がドヤ顔してる。すげえ腹立つ、このポジション見下されてる感じする。すごい。まあ豚ですから。まったく、子供はね、騒がしいぐらいがちょうどいいんだ。ちょっとあのね、すげえ邪魔これ。よし、安寧を求めてんだよ。なんか床っていう板がきしむ音がしたけど、ちょっと太った。俺が、エドウィンたちが、うん、なんか落ちてる。あれだ、ヤスリだね。かつお節誰か傷つけた。めっちゃ、あとめっちゃクニが怒ってんじゃん。足音聞こえた、気のせい。子供たちよ、どこに行ったのかな、パパ。いや、屋根裏部屋広すぎだろ。屋根裏部屋広いね。めっちゃ今左側に書いてなかった。え、どこ、気のせいか。やめろよ。やめろよ、ゲーム以外のとこでビビらせんの。子供部屋広いね。子供にはたまらないね、このお化け屋敷感が。屋根裏部屋部屋じゃねえな。普通に部屋なんだな。うん。なんでさっきからそんなめちゃんこ足音するわけ。何、あ、椅子か。バイブル持ってかなくていいの。え、バイブル何を持ってく。バイブル、ビブリアって書いてある。なんかね、下の方が取れる。どうでもいいもん。見ててください。私は一瞬でこれを引いて本を落とさず引き抜きますよ。1、2の3。抜けない。抜けないじゃん。ああ抜けた、落ちちゃう。こいつ動かないね、すげえ重いんだろうな。やばいね。よいしょ。おそんなとこ当てられるの、シーフみたいだね。ね、ワインがいっぱい。しかもすごい、泥棒の基本は下から開ける。お、なんか入ってる、なんか入ってるよ。2月14日1899年。 Yes, he said, I know these ruins. He was a shabby fellow, all rotten with some はにょはにょはにょ。まあ、大したこと書いてないね。はい、OK。 うん、あのね、アムネシアね、中身をだからこれ上からやると一回開けて閉めなきゃいけないから、下から開けるのがアムネシアのこう、あ、荒らす技術。まあ、タンスって普通そういうもんだよね。うん、ひらし。うん、ここはもう何もなさそうだな。金物ものはない。何、こんな暗い中でよく生きていけるな、この住民は。どうなんだろうね。あ、でもそうだね、この明るさがデフォルトなんでしょ、ライトついてるから。ランタン照らさないと足元見えないじゃん。
なんだよ、そんな私を呼ぶんじゃない。めっちゃ揺れてね。揺れてる。お、誰だピアノ弾いてるの。これあれでしょ、 FF でしょ。 FF じゃない。よく見るとさ、飾ってある絵がただの絵だ。普通に。こっちがほら豚じゃん。豚だね。何か関係してるのかな。あ、ウォルト・ディズニー的なあれでしょ。美女と野獣。どうせあっちから鳴らしてるように見えて、この蓄音機か何かだろう。本当に。Ah, you have one of those wonderful Martinvilles. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, why the Ministry sent me. That they have concerns. なんて？まあ大したこと言ってないね。うん、ここのデザインが。こんなものをさ、こう録音するためのものじゃないだろこれ。確かにね。もっとこう。すごいじゃん、ピラミッドみたいなのあれ。なにこれ、ピラミッドだね。いいね、兄弟で実況するとね、俺完璧に今これスルーしてたから。アニシャが気づかなかったらノーコメントだって。時計があるね。すごい不良品だよ、文字盤が見えねえもん。これね、多分ね、配信用にね、設定をノーマルにしてるから、画質のこうなっちゃう。針すら歪んでいるね。わかんない、こういうデザインなのかもしれない。あ、何？美術家だったのかな？こうコレクターっていうか考古学者的なのになる。うんね、ああいうんだと。ピアノ。おーおーおお、やばいやばい。机の下、机の下、机の下、机の下。え、入れない。ピアノの下、ピアノの下。ピアノって、あ、入れた。守ってくれんのかな、足。ピアノって結構丈夫だと思うよ。伊達に高いわけじゃない。給食の時間だ。そんなノリだよ。なになに、地震？地震だよね、こんなん落ちてきたもんね。でかいの落ちてきたな。頭に当たったら死んでたんじゃない。まあそしたらゲーム終わりだね。あ、さりげなくここで。おお、かけてたんだね。めっちゃ扉ある。でも俺普段はね、多分カーテンがあったら隠し扉になるんだろうね。いや、隠し扉なのか、これ。じゃない？俺、ワクワクしちゃうからな、アイヌみたいな。お前、どんな扉もお前、カーテン引いたら隠し扉になっちまうだろ、今の理屈だと。ワクワクするじゃん。なんでこんな風にしてるんだろうって。この覗き込み方、怖すぎる。ランタン持って覗いてたら、もう何も隠してる意味ないだろ。バレ、うっ！電話鳴ってるぞ、電話。誰だよ。リスナーかな。 Hello? Precious Eagle Cactus Fruit. Help us. 助けて。Precious Precious Eagle Cactus Help us. タカとカクテルとフルーツ？カクテルじゃねえよ。カクタスみたいな感じだった。ん？何かの暗号だよね。え？なんかね、お、なんかメモってたぞ。メモ用紙。速攻で今メモってたぞ、なんか。どれだろう。あ、なんか2つあるよ。1個前がこれ。Fifties and nurseries, but they slept in the attic when they were babies in arms, and perhaps they have hidden there now. I remember I sat upon it.Midway between my bedroom and my office. これさっき上にいた時に書いたやつだね。こっちだね。The weeping rooms. Where once we sat up to sat to weep Lily's passing and the weapon that cannot stay the angles to retrieve her from heaven. Look beyond the paintings, Oswald.Where once you watched her bath, the children must have discovered those secret places and taken refuge there. なんか、アングルがどうのこうのっつってんな。
ウェポンが、ウェポンのアングルが長くなってるな。子供がいじったら危ないぞ的な。これしかないでしょ、ウェポンのアングル。手のコスターとかあるの。コスター当たんねん。おい、お、持った状態でそんな中、何なの今の音。音何なのそれ。あれてて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 んの代わり。そういうあれなの。開いたよ。あ、閉められるんだ。ほい簡単だな。閉めよう。おお、今のいいノックだろこれなんだろう。電気かな。それ引っ張ったらわかんない。何かがオンになったのかもしれない。おあ、マジックミ、マジックミラーじゃないな。絵の後ろから見えるようになってるのか。どういう仕掛けなんだよ。すごいよね。あ、なんか、ね、マジ。クロックワーク&ソウ。時計と魂。Replacement is this disgusting factory, so like a palm. Better the incense can hold you.ダメダメ。なんか時計と魂がうんたらかんたら。うん、やべやべ。おお、なんかやばい。遅い。スローモーション。すごいな、これ。でもすごいよ、ね、大概にせよってぐらいこう筒抜けじゃないですか。あー、お前ちょっと、お前めっちゃこれ風呂場じゃん。 This age of reasonAn empire grown fat, ripe for the bleeding. お、なんかめっちゃ、なんで今のノーコメントなんだよお前あのね、ここにいたやつ超変態なんだなと思ってた確かにあ、でもここにあるのは家族の写真みたいなよ。住んでた人。家族じゃねえだろこれ。ちげえか。お、すげえ。開いた、開いた。さっき子供こっちからこっちに歩いてたはずなんだけどな。いなくなってる。もうなんかこの絵の後ろ。おお、あー、やばい。地震、地震。めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてる。あ、携帯から、携帯が着信してる。地震警報が揺れてる、揺れてる。今、おばさんも揺れてなかった。えすげえいい笑顔してんだけどでね、いい笑顔だね。最初ここ顔かなと思ったんだよな、こっちから見る感じ。これ、なんか子供じゃない？うん、子供だと思うよ。赤ちゃんか何かでしょ。よく見たらやばい絵なんじゃない。やめろよ、ですよ。うん、のどかな。こっち、あっちそうじゃん。もうなんかドアのマークがつくってことはロードが入ると思う。ちょうどね、皆さんね、30分ぐらいになりますので、じゃあ次のねエリアロードする前ここで一旦終了したいと思います。はい、また次回もよかったら見に来てくれよな。ほんじゃ、またな。またな。